ジャパンインターナショナルボートショー2023の海攻めにお越しいただきましてありがとうございます。この回のセミナーはヨットで行く小笠原1200マイルの旅と題した講座でございます。お話しいただくのは、ドッペック5世の定長の白根秀道さん、それから家事誌の編集チーフの中村剛さんです。この、2人を含むメンバーで実際に小笠原にクルージングに行った時の話をしていただくんですけども、主にその準備のお話が中心かなと思います。よくこういうクルージングを成功させるのは準備が8割と言われますけども、その辺の神髄がを聞ける貴重な機会だと思いますので、ここの機会にぜひ情報をゲットして皆さんも夢の実現に一歩進めていただければと思います。それでは白根さん、中村さん、よろしくお願いします。拍手でお迎えください。どうもよろしくお願いいたします。はい、白根でございます。去年のね、一昨年の9月号に、はい、家事の表紙、はい、中村さんと一緒に行って表紙に私ちょっとこうの写りました。こんなね、高名な雑誌の、素晴らしい雑誌の表紙に載る、かの有名な、有名な、ね、もう日本に一紙しかないヨットの雑誌、はい、言葉い中村です、僕が撮りましたね。家事には山岸さんとかね、もう有名なカメラマンが山ほどいて、表紙はほとんどすごいカメラマンが撮る、はい、僕カメラマンじゃないです。中村さんが撮ったのが表紙になったのある、2回目です、ね、2回あるんだ。1回目ちょっと大してごめんなさい。なるほど。それで家事編集チーフ、今ね、はい、チーフ、去年は副編集長だ、はい、今編集チーフ、上がいなくなったので編集長追い出して、はい、で編集主管になって、はい、でも編集長って名乗ってない、はい、はい、なんでしょうね。それが多分管理者が編集長にして管理者にすると給料を上げなくちゃいけないんで、こいつにこれ以上払えない、はい、だから編集長の名前がもらえない、もらえない、そういうこと、そういうことでしょ。ギャラの話ですか、ギャラの話、そうですか、ちょっとあと社長に言っときます、はい、はい、ということで、去年この2人で漫才のように楽しいお話をさせていただいて、はい、その時は準備から実際の公開の話をいっぱいしました。それでもう一回やれっていう話をいただいて、じゃあもう一回やるんだったら去年のビデオこれ流せんじゃないかって言ったんですけど、それも芸がないのでちょっと変えてこれちょっと持ってきました、はい、JCI 聞いてるバカみたいなものね、いっぱい用意しないと東京行けないんで、ね、はい、ちょっとその辺の話をね、具体的に多くの方が限定宴会で船に乗ってらっしゃると思うので、はい、ちょっとそういうところをね中心に、去年のパワーポイント全部残してるんで、はい、全部やってると時間が足んないんで、多分ちょっとこの辺の話を中心に、ね、これ一番気になる法定備品の話ですね、その話を今日はしたいかなと思ってます、はい、大事なところです、これは、はい、それで小笠原なんで行ったのって、さっきもちょっと事前に総不岩、総不岩の話が出て、はい、これすごいですよね、これ40年前、1982年、これ僕買ってヨット乗り始めました。ね、その時に、ね、せめて新島とか式根島、三宅行きたいなと思ってこれ買ったら、なんか小笠原まで書いてあるのね。それその途中に総不岩っていうのが書いてあって、なんだこれはっていう。これ見た時にいつか行きたいなと。20代。もうボロボロになるまでね、ボロボロになるまでお持ちになって1982年ですよ。すごい。今何年、2023年ですね。41年前の、に買ったんですよ、これ。なるほど。それでこれ総不岩っていうのがあって、はい、なんじゃこれは、よし行くぞと思ったのが20代後半、最後、ぐらいです。それから40年かかっちゃいましたけど、ね、行けた、はい、本当にね、準備が大変、もう嫌になっちゃうぐらい。それで小笠原はね、遠いよね。遠いですよ。行った本人が言うんだから分かる。遠い。遠いですね。600マイルです。はい。それでどこにも寄らないで、5ノット平均で120時間、5オーバーナイト、6日目の朝に着きました。そうですね。ちょっとコンディション悪かったんですね。コンディション悪かったね。ずっと雨だったっていうのもあります。そんなのもあって、いろいろ準備が大変だったけど、しっかりね、準備してればできますよっていうお話で、はい、で今回概要に出るにあたって、8畳とかに寄れるとちょっと一回息抜きができるんですけど、ここにも一人乗った人がそこにいますけど、サラリーマンなんで、だから1ヶ月も休めねえよと、1週間で行って1週間で帰ってこいと、それ以上会社休んだらクビになっちゃうみたいな話なんで、じゃあどこにも寄る暇はないねということで、行きは6人帰り5人ワチ組みながら行きました。それでノンストップで行くべえと。それで黒潮がね、やっぱね、ここね、すごいんですよ。
どうするか悩みますね。だからスタートの時はもう黒潮に逆らってもしょうがないんで、伊豆半島を越えたらすぐ東に向かいました、で本当はもう新島の下三宅ぐらいからこう降りていくつもりだったけど、もう真横に行って、新島の裏に入って、新島式で三宅で黒潮を少し抑えてもらって、それを越えてから畳に行くと結構ロスに見えるけれども、この方がいいってことですね。早かったね。ずっと坂潮でバンバン止まるよりもこの方がいいと。それで、遠回りだけど絶対総府には寄るということで行きました。で5月6月にかけて梅雨入り前が一番安定しているということを言ったんですけど、これは遺言でね、世界一周した澤さんが日本から出るときは絶対梅雨入り頃、八丈までカッパ来てるけど、あとは南行くともう天国だ。八丈を越えたら南国。大嘘。全然そんなことなかったですね。ずっと低気圧。おかしいですねって。八丈どころじゃないの、ずっとだよね。ずっとですね。まあそれはまあしょうがないです。スタート直後40ノットですからね。帰ろうかと思いましたね。それで今日の本題。本題ですね。で、近海仕様の船だったらどこでも行けます。はい、ね、遠洋だったらもう世界中行けるわけだけど、実際皆さん多くは限定宴会。はい、限定宴会なんで。限定会に関してはカジノ今年の1月号、ね、これ伊豆諸島行く時宴会の話とか、これ僕が監修して書きましたんで、ありがとうございました。正しいです。ありがとうございました。最初の中村さん原稿全然ボロボロだったんですけど、ちょっと書き直した。これ売ってますんで買ってください。ぜひ、ね、はい。それで、まあ、僕の船はたまたまフルの宴会です、限定宴会じゃないの で、ちょっと遠く行けんだけど、所詮行けて三宅なんですよ、八丈行くのにもラフト積まなきゃいけない、だから皆さん一般的な限定宴会の方も、まあ、ほとんど同じぐらいの準備が必要になりますので、ちょっと参考になればと思いました、はい、さて金かかるよ。そうですね。無線設備いります、はい、で無線設備、まあ、これはアマチュア無線なんで、すでに持ってる方は全然問題ないと思います、であとはイリジウムあればいけるんですけど、これ30万もするのね、まあ、これ白根さんだから宴会で臨時変更証です。そうそうそう、宴会プラス臨時変更証を取ったということですね。そうそう、臨時で限定宴会だろうと、宴会だろうと必要なものがあります。そうですね、ごめんなさい、ちょっと単なかった。見比べに先に行くには。そうそうそう、はい、それでイリジウムはレンタルがありますんで、これ借りるのは一番いいかな、1日に2200円、10日かかっても2万ですんで、2週間借りても数万円なんで、これ借りるのがおすすめ。買うのはちょっと高いな、と。定価これそうだね、高いね。通話はやり放題ですか。通話はね、何決まりがあるんでしょう。先言うなよ、後言うんだから、ね、すいません。あとは、はい、限定委員会の方が臨時で行くときに、わけのわかんない、これ、ね、これいるんですよ。これセットね、セットのうちの一部、はい、自己発煙信号、はい、なんだこれ。自己発煙不信号。あ、違うんですね、これ。よくわかんない。これ違うんです、ね、煙が出るだけなんじゃないの。なるほど、これ3万円ぐらいです、はい、もう3万ですね。あとはラフトです。あ、これはラフト100万かかっちゃうんで、はい、これはレンタルの方がいいかなとか、いろいろありますけど、まあ、中古もあるとか、中古もある、ね、中古もあるレンタル、それであとは申請、これ申請高いの知れてるんですけど、はい、これをやらなくちゃいけません。それでもう一回小型船舶検査機構の見るとですね、はい、なんかぐちゃぐちゃ書いてある、ね、これ大変ですよ。どこ読んでもわからない。特にこの無線設備と救命設備とこの申請の3本立ては別途必要なんだけど、この無線設備何書いてあるかわからない。アマチュア無線わかります。で SSB、 これで無線設備、また具体的なところ、ここね、もう何にもわかんないですよ。何にもわかんないですよ。アマチュア無線か日本セーリング連盟の運用数うんぬんかんと書いてあるんだ。あとね、でもね、よく読むと、どうもこれ最強、これがこれさえあれば世界中どこでも行ける。なるほど。これでもこれ1年レンタルしたら買っちゃった方が安いんで。なるほど。イリジウム持ってれば。そう。そうするとやっぱヨットに関してはアマチュア無線です。なるほど。アマチュア無線はすべて OK になります。ちょっと今。黒い点々ついてますけど、特例でアマチュア無線さえ積めばヨットはどこでも行っていい。なるほど。一ちょんちょんとか400メガダメよ。ダメ。HF 21メガさえ出れば免許許可出ます。それでこの未だに書いてある SSB、NRC と連絡できるもの。何ですか。どういうこと。なんだこれ。大洋反則協会。そんなもんやってねえぞ。これね。どう小味とかやってんのかな。私はこのカタログを持ってた。よく持ってましたね。すごいですね。40何年前、
1982年八重洲無線、八重洲無線、これで50万円か60万円してこれで NRC と直接短波で電話できる無線ができるのがあったんです、うん、なるほど。でこれ誰もやってないしもうない、ね、NRC がないですよね。それでこれやるには中村さんが持ってるあの、はい、なんだっけ、海上特殊無線技師、あれじゃダメ、3階とかダメ、海上通信士じゃないですか。なるほど、通信士、通信士がいる。私取りましたよ若い時、僕将来遠くに行くには通信士の資格がないとこれが積めないから遠くに行けない、そう信じてこれ取った、取った、何の意味もないです。なるほど、イリジウムあればいいと。で現実はアマチュア無線でいいです。なるほど。で僕はまあアイコムさんの使って何でもいいです。それで50ワット一応ほら一応一山だから、ね、自慢してどうする、自慢してどうする、一山で無線は専門ですか。第1級陸上特殊無線士、第1級海上特殊無線士、なかなか普通の人は取らないから、うん、あれなんですけど、自慢、自慢、一応自慢、自慢、あなた3級でしょ。もう3回とかですすいません。それでね、50ワットあってケラネットで小笠原とか、うん、今ブリスベンの方が出てるんで普通に届きます。冬場とかねコンディション悪いとちょっと厳しいんですけども、うん、普通に届きますんで、せめて4アマ、電話級だと10ワットまでしか出せないので、HF 帯は、せめて3アマを取ってください。なるほど。だから難しくないから。4アマ持ってる人は移行コースで、講習会で簡単に3アマ取れますんで、うん、そうすると50ワット出せるんで、そうするとすごく楽です。ただし、おけらのさ、山田さん。はい、山田さんね。電話級なんだ。あ、そうなんです。10ワットしか出てない。あ、そうなんですね。でもね、ガンガン届いてますから、まあ、なんか1日3回ぐらいやってましたね。やってますよ。オケラネットはお昼なんですけど、まず拾いやすいところがあるって、7時ぐらいに北海道ベースで、忘れちゃったよもう。あ、シーガルネット、シーガルネット、シーガルとシーガルでお昼がオケラで午後がドンタク、ドンタク、このネット局が、ね、九州とか小笠原とかいろんなところに気になって全部やってくれますんで、すごくありがたいです、ね、あれコンディションによるんですね。コンディションによります。今日はドンタクが入るなとか、そう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 、ね、なんか北海道は聞こえるけど九州聞こえないとかありますんで、誰かが拾ってくれて、で時間帯もあるんで朝昼晩とここで連絡取ると、それで遠く行くとね天気予報とかねみんな教えてくれるんですよ、うん、僕たちはネットが繋がらないところまで行っちゃった時にどうって言ったら、いやもう目の前低気圧だから頑張ってねとかね、悪い知らせはどんどん入ってくるんで、僕らは悪い知らせいっぱい教えられましたね。そうそうそう、やばいですよと。全然来てますよ。それでアンテナですけども、僕はちょっとフルサイズで FRP のロッドに、うん、7メーターの長さのロングワイヤー的に貼って、それでちょっと専門的になりますけど、ノンラジアルタイヤ、ノンラジアルタイプにして整合器つけて、要するにアースを取らない。ヨットのアースってすごい難しいんですよ。目の前に海水がいっぱいあるんでね、土板でも垂らせばいいんだろうけど、そう簡単でないの で、アースがいらないタイプなんてにしました。これすごく安定してすごく良かったです。まあ、あとは、まあ、エマージェンシー用にホイップ、モビルホイップ用意しましたけど、やっぱちょっと落ちますよね。 あと、うん、ごめん、あ、ホイップって伸ばす、うん、ホイップってこう伸ばせる、こういうやつ、うんうん、車に積む車載用のアマチュア無線のアンテナがあるんですよ。でやっぱ短いから能率が悪いんで、コイルでほとんど熱になっちゃうんであんまり飛ばないんだけど、実際この効果ではすごい入ってましたよね。すごく感度よく、ね、はい、さて時間がないのやっぱね、早く行かないと、次行く、はい、それで救命設備はさっき言ったように、はい、こんなものがいるんですけども、あとはねレーダートランスポンダーってやっぱこれも30万ぐらいするの買えって書いたんだけど、近海仕様のライフラフトを積むとライフラフトの中に反射板が入ってるんですよ。それでレーダーの反射板があればいいっていいんですよね。リフレクター、よく分からん、リフレクターで、OK、いらない、 あればいいんです、ね、うん、そういうことになってます。なるほど、はい、あとはライフラフト、はい、それでこれがね、はい、これとこれを買えって言われる。そうですね、まず限定委員会で遠く行くときライフトを積むとともにこれを買えって、うん、これ3万円セット、はい、でまあ、隣にこれ普通宴会セットって、これ宴会の人をこれ話しちゃいけないんだけど、この中に入ってるものの一部を、どんなものが、これね、これとこれと他に信号公園と、はい、河川、河川だ、うん、河川ですね、これが、あと話しますけど、 あと30分もある、あ、大丈夫それでね、はい、あ、これも大事ですね、信号公園、はい、これ普通皆さん持ってる、はい、宴会の人これじゃダメなんですよ。なんだそれみたいな。
これだ。どう違うんですか。どう違う。どう違うんですかこれ。どう違う。宴会はこれはね小型船舶用信号光。ああはいはい。これは本船用の信号光。本船用のやつだ。これじゃないと。これなんだ。これじゃないと検査通らないんですよ。あそんなに見た目違わないんですね。実際同じ。同じ。実際同じ。値段が違うだけ。値段が違う。これなんだ。でだから宴会以上の時はこれを積まなきゃ。で原点会はこれ。これでいく。ということですね。これちょっとめったに見ないでしょ。ね、見ないでしょ。ね、これも初めて。これ知らないね。そういうことか。あとで置いときますんで。はい、で信号公園これね実際出した人はあんまりいないから、ね、こんな感じ。道路でよく工事中とか事故のところこれと同じような。なるほど。で架線。はい。パーン。パーン。これね。おお。すごい。結構飛びます。で一発芸ですから、うん、遭難してこれで助かるかなってよくわからない一発芸結構飛びますね結構飛びます、それでねこれ飛ばすとですね、はい、ここにプルリングみたいなのがあって引っ張るんですよ、うん、そうするとね手怪我するんですズバッと切りましたこういうこともこういうことも血がダラダラ血がダラダラ出てで指、まあ、これだいぶ治ってからこの切った瞬間ここからザーッと血が出ましたはだからこれは使わないでくださ い, い, やいやどうしたらいいんですか遭難しないしないってこと、ね、遭難しない遭難するとこれを使うはずになる。これ使うときは軍手をして引いてください。僕軍手して引いて気がしましたから。あ恐ろしいですね。なかったらもっと切れてますね、うんうん。だからこれは遭難しちゃいけない。はい。次。はい。それでラフトです。ラフトですね。ラフトはね、6人張り、はい今回6人で行ったんで6人張り、4人張りもありますし、6人張り、8人張りってありますけど、まあ一般的な6人張り79万円、うん、ここにケース入れて13万。92万、100万かかっちゃうんですよ ねこれがハードルですよこれが全てのハードルだと思います、ね、遠く行く時のハードル、うん、八丈行くのにもこれが必要、うん、それで、ね、レンタルってあるんですよ、はい、1日いくらかな2万円ぐらいなんで1週間とか5日で八丈行って帰ってくるんだったらレンタルでいいと思います10万ぐらいだから実際、うん、そうだよねなもの、はい、小笠原行くのにさ1週間で帰ってこれないじゃんそうですね遊びたいしね最低2週間はいそうすると30万レンタル代が20何万かかっちゃうんでなかなかなもんですよで私の場合はたまたまなんだけど沖縄の方が中古のを10万円ちょっとでいいよって言ってくれたんですよちょっと古いんですけどもこんなもん古くても大丈夫なんで、うん、その代わり検査に10万円9万円かかりましたなるほどだから検査代と全部合わせて20万円で手に入ったんでこれは相当お得な、うん、これはねやっぱこういうのたまたまだけどたまに出ます出物はある出物ありますで僕のだを30万で売る、はい、いやいやそうですね、まあうんまあ、出物ありますんでこういうのを探してください、はい、そうじゃないと100万だからね結局 ねこれは厳しいな ね でもこれ3年で検査切れるなるほど、ま、た3年今年3年切れちゃう3月で切れる、ま、9万円9万円かかりますなるほど検査あの1回膨らまして全部チェックして中の部品を全部取り替えてあの緊急用の水とかも入ってるんですよ。そういうのもね、食料とか。全部だから3年半で交換するのはしょうがないから。なるほど。ただ40キロあるから、持てないのよ。どうやって運ぶんですか？佐川さんに。佐川に。それもかかりますよ。宅急便屋さんは重すぎて運んでくれないんですよ。あで送料往復1万円かかっちゃう。で名古屋のマリンクラフトっていうところが全部検査してくれますから。まあ。これがネックです ねだこれさえ手に入ればもういけますよこれだけ、あとはアマチュア無線とこれさえあればいけちゃう余計なものはね金塊を取ろうとかってなると、はい、また今日ちょっとまたこの後時間あればご説明しますけど、はい、限定宴会の方がヨットで小笠原行きたいと思ったらラフトをなんとかしてあとは大丈夫工面すれば、うん、でアマチュア無線も資格持ってない方はイリジウム借りましょう1日2200円これでいけると思います安い、うんでね、僕はこれイリジウムはちょっとまあ手元にいろいろあった関係で、SIM だけ買いましたで SIM はあらこれじゃなかったっけこの後かまあいいや1日3週間ぐらいで75分話して5000円とかそんな程度ですからで一応エマージェンシーのために用意しました、う
で、あとは申請です、小型船舶検査機構 JCI に、はい、これがね不思議、限定委員会の人は、はい、臨時航行検査、臨時航行検査証、うん、委員会の人は臨時に検査を受ける。違い分かります？難しいですよ僕みたいに宴会の人は中間検査、定期検査と同じに臨時検査を受けて航行区域の変更を受けるんです、はい、それで限定委員会の人は臨時に航行する範囲を広げる検査を受けると。で、臨辺とよく言う臨時変更検査を受ける、はい、違うんだって。違うんだこれ、うん、ややこしいですね。分かんないで片方だけ出したら違うって言われた、ダメだよって言われた、うん、そうこれは、まあ、あどうとこない聞けば分かるんだよ。なるほど。それとあともう一つは無線設備免除申請書って出すんですよ、うん、なんじゃい。だから有効な無線設備を積まなしちゃいけない、うん、さっきの黒いポツポツがあったやつでヨットは無線設備はいらないよ、うん、イリジウムは私あります、あるいはアマチュア無線積んでますっていうのを提出すると、じゃあ免除この申請してくれっていう。あ、なるほど。あ、そう、あ、免除申請書ね。免除申請、なるほど。無線設備しなきゃいけないんだ。無線設備積んだじゃん。積んだのに無線設備出さなきゃいけない。もうこれ JCI はめんどくさいよ。それと書き換えし、書き換えちゃう。書き換え宣言表が宴会とかさ、限定宴会って書いてあるじゃん、はい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 、そこを金会って書き換えてもらう。あ、これだ、金会って書いてある。金会って書くために宣言表を臨時に書き換えるから、はい、書き換え申請書って4,350円。これも金取る。税収はいらないだろうこんなの。これもお金を取る。なるほど。まあまあ高が1万円だからね。ね、1万円だって1万円だけど、まあまあまあね、全体のことを考えれば大した金額じゃない。まあ、まあまあ、手間もありますからね、出さなきゃ。そういうことですので、まあ皆さんお伺い行きたい、ね、無線の用意とラフト、これさえあればいけます。なんか要件がなんか開口でしたっけ？開口、あともう一つ、そう。ね、そう。開口に限るって書いてある。開口に限るっていうんですね。泳ぎに行くって書いちゃダメだ。遊びに行くとかじゃないですね。そういう冬を見たいとか、小笠原行って遊びたいとか、ダメだ。ダメ。開口に限る。運航だってことで、船を開口するんだと。遊びに行くじゃない、開口なんです。ならば出しますよって。そうそうそう。出せたら認めましょうって。うん、まあだから。JCIうるさいよね。うるさいよね。みたいな話を縮まってきましたけど、はい。開口なんだよ、この旅は。という感じで、はい、皆さん行きましょう。はい、行けます。ヨットなら行けます。さて、ここから、はい、あと何分、もうちょっとあるね、まだありますね、はい、あと20分、はい、それで皆さん限定委員会が一般的な方が、ね、はい、じゃあまず宴会、宴会って僕だから20マイルでどこでも行けます、はい、沖縄まで行けま す、行けます。石垣はちょっと行けないんだけど、それでも宴会とってもね、所詮ね、三宅とか三宅、うん、三宅三倉丸しか行けないので、うん、その辺あの今年の1月号ね、はい、1月号買ってくださいね。だからあんまり意味がない、沿岸5マイルつけて全国沿岸5マイルで十分だと思います。河川さえ積めば沿岸5マイルで日本中行けますんで。ただまあちょっと遠出したらね、もうダメでしょ。紀伊半島を目指してまっすぐ行っちゃったら、日本一周したいような人は宴会取っておいた方がいいですね。日本一周でもこう、まあ、行けないところがでも5マイルは超えちゃうよ ね、まあ駿河湾とか ね行くのかっていう話は、はい、じゃあ限定宴会のない普通の宴会にはどうするんですかっていうと、うん、さっきのこれ77,000円ね、はい、これ買わなしがない、まあ、しょうがない。で、自己点、あ、これ、ね、はい、懐中電灯が入っててさ、はい、投げるやつね。これ先見のために持ってるけどさ、電池も入れないでさ持ってるだけ、検査用これ意味ない。でもこれは必要、まあ、しょうがないですね。で、現実はこれですよ。ああ、これストロボライト、ストロボライト、こっちの方がいい。さっきの LED じゃないですもんね、うん、そうそう、これ電池すぐなくなっちゃうしさ、ね、これストロボだしさ。それでこれ、あの中村さん一緒に小笠原行った時に、はい、こういう V の上にこれつけてやりましたね。これでこっちの方がいいって、なんかあったらこれ海にポンと投げる、こっちの方がいいっつって。これストロボですから絶対こっちなんですよ、ね、これは先見のために積んでるだけ、うん、ちょっともったいない。こっちの方が明るいと思いますよ、うん、こちら全然やる。それと拭き、はい、拭きね、畳半分ぐらいの大きさで、はい、6人張りで7万円。これ、ね、中入ってるの発泡スチロールだけですからね。これですよ。なんで7万円すんの、ね、分かりません。なんか桜のマークついてるやつ、ね、
これ12人張り、僕4人張りを3つ船に積んでるんだ。12人用だと1個ででかいから、そうそうそう、ちっちゃいのを分けてあげて、ね、12人用ってない。ないんですね。畳の1枚の大きさ、船の中入らない。入らないですかね、はい、それでこれがちょっとバカバカしいんで、このくらいの大きさ、このくらいの大きさの膨張式あるんですよ、うん、あ、これいいです。ただ3年ごとにまた検査が必要。あ、そうか、ボンだから、ね、だからどっちがいいかなっていう感じです。なるほどね。あと消火設備でよく赤バケツでいいんですよね、はい、ところが宴会になるとこの消火器を2本つまらせてくる。で、僕消火器持ってたの、うん、でこの間検査の時に、いや小型船舶用って書いてないからダメって言われて、これ1万6000円分、2個3万買いました。一般的なやつはダメなんですね。家庭のやつはダメなんです。小型船舶用って書いてあるのは大事。なるほど。これ桜のマーク。なるほど。これも桜。これ大事。桜のマーク。何でも桜のマーク。桜さんね、これ大事大事。はい。しょうがない。二個いるんですね。二個います。さて。はい。で、まあ、あとね、これバカバカしいじゃない。大切な金塊を、これ宴会ね。これ宴会。金塊っていうのはまあもうちょっと遠く行くとき、ね。これもっと増えちゃう。はい。同じようなものいっぱい買わなきゃ。違いますね、値段も。12万もする。ね。これ3年ごとに買い替えなきゃいけない。厳しいね。厳しいですね。だからやっぱ限定宴会おすすめだね、普段は。そういうことですね。普段限定宴会にしてて、だって毎年小笠原行かないでしょ、なかなか。そうですね。中村さんまた行く？行きましょうか。また行く、また行く。まあ、たまには行けるけど。たまに行くんだったら臨編を。臨編取って、限定宴会かな。現実的な。現実ですけどね。毎月行くならあれですけどね。それでもっともう絶望的な話をします。はい、これ、双方向無線機。はい、これですね。これね、8万円くらいって言ったらもっとする。10万円ぐらいするんじゃない、はい、これで16チャン、17チャン、18チャンしか使えなくて、はい、0.8 ワット。これが一応国が認めた双方向無線機、うん、双方向ったって電話じゃないよ。ただのこのハンディ2万円もしないで買えるのと同じ機能です。変わらない。変わらない。で、こっちの方が優秀、うん、だって他のチャンネル出れるし、国際 V、うん、はい、これをね、なんとかしてほしい。これを規制緩和って、規制じゃないよもうこれ、アホだよ。まあその、うん、これが昔のままってことですよね。これがないと金塊が取れないっていうのはふざけてます。それで JCI の人に聞いたら、うん、いざとなったらこの16、17、18しか出れない、うん、3つのボタンしかない方が安心ですとか、うん、何言ってんの、これだって、まあね、16ってさ、16出るじゃん、ね、でこっちなんかさ、あれよ、DSC ついてるんですよ、うん、GPS ついてるんですよ、ポジションデータ飛ばせるんですよ。絶対こっちの、こっちのいいじゃん、ね、それでもっと絶望的なのがこれね、あ、これ50万円するんですよ。いいパーブ先輩出ましたね。それで5年ごとに検査が必要、はい、それで電池が5年ごとに変えて5万円、はい、これはまあね、これ厳しい。ちょっとね、さっき JRC 行ったらもうちょっとちっちゃいのありました。この、ね、これこのくらいかな、このくらいのがありましたから、時代は進歩してますけど、40何万って言ったかな、50万って言ったかな、ね、船のサイズも確か12メートル以上になるといいパブいるんですよね、うんうん、これいらないよ、ね、これはいらないとは言わない。まあ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 、まあ、PLB でしょ。ああだから PLB この大きさですから。ありがとうございます。会社で売ってますんで、すみません、ありがとうございます。なんかこの間6万円だったの高くなって、モデルチェンジして、いや、議的やっと取ったんですよ。議的の問題か。議的取っても大変な、これもね、これでいいじゃん、はい、これでいいと思います。ぜひぜひぜひですね、はい、なんでこれはあくまでも人用で船用じゃないっていうところ。そうなんで、人間なんですよね。パーソナルロケーションビーコンですから、個人用ってことですね。はい、これだから有効な無線設備っていうところに PLB を足してほしいです ね。一言かけ、はい、もうそれでいいんだもん。だって現実的でしょこれ。そうですね、これ絶対これ助かるんだから、ね、今年 の小笠原レースではこの PLB が必須になったそうで、だから登場員全員前衛的な考えだなと思いましたね。素晴らしい、はい、でこれ現実的じゃないんですよ、これ実は。そうですね、大きくて重くて、うん、PLB のよっぽどいいね。そうですね、うん、でもまあ今これ必要なんです。そうなん、ないとないと、金塊を取るんだったら JRC 行って買ってください、はい、50万円です、はいはい、それで、はい、もっといいものがあります。ガーミンいい、ね、ガーミンリッチ、たったこれだけです。ちっちゃい、ちっちゃい、これ一番使ってましたね。4万円、これ最高。これ一番使ってましたね。これ何がいいって、衛星に飛ばすんですね。
で自分のデータポジションデータをずっと飛ばしてプロットさせて家族とか知人にその URL を伝えておくと全部、ね、今どこにいるか全部わかります。生存確認ですね。生きてますよ、走ってますよ。もっとすごいのは SOS ボタンがあります。これを押すとガーミンの本社からその登録したところに電話がかかって、それでメールが飛びます。でその時にポジションデータも出ますから、何かあったと、あんたの知り合いどこどこで SOS 出してますってのはバーッと同胞で飛びますんで、全てこれ一個でいいじゃんって。これが一番良かった。これが有効な無線設備だと僕は思います。ね、うん、4万円買いましょう。これこれいいですよ。いいです、はい、それで費用はね、アクティベーションって最初の開通に34ドルだから4000円ぐらい、はい、で1ヶ月だいたい4000円ぐらいでいけます。だから日本製はないんですよね、海外サイト。ガーミン、うん、だからこれ日本語対応します。ガーミンさんそこにあるんで、ああ、じゃあ聞いてください。言えば、はい、これもう最高、これ最高、これさえあれば十分、はい、もう1個でいいんじゃないのこれで。そんでね、ガーミンインリーチ、これ、はいはい、これを紹介しているアウトドアショップのサイトがあって、僕も初めて買うときにこれを参考にしました、うん、はい、でどこってもう書いちゃってあるけど、はい、未だにこのサイトがあります、はい、それでね、ここにね、エクスプローラーガーミン .com で登録してくださいって書いてある。うん、でエクスプローラーガーミン .com を叩いて、これをコピペしてね、行ったら、そっくりな偽サイトがある。そっくり。これね、登録の仕方からなんか全部そっくり、ね。こんないろいろ詳しい知らなさが騙される。騙される。で、そっくりで、そこでカード番号までいられるようになってるわけですよ。それ行くとちゃんとメールも来るんですよ。で信じるじゃないですか、ね、でもアクティベーションしないんだよ。おかしい。あ、したの。したの。アクティベーションもするんだよ。あ、するするんだ。だから偽サイトなんだけど、横から引きずり出せるような仕掛けになってるかな。あ、悪質ですね。登録できたんだもん。でもこれで実際にちょっと軽井沢行って、じゃあ軽井沢の登録も済んでる、ね、ね、あれはそっか、不正状態だった、うん、そう。とは軽井沢のワンペイホテルにいたら、電子カードから電話かかってきて、白田さん今どこにいますかって、軽井沢にいます、いや、今なんだっけ、スイスでお買い物されましたかって、いや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 、あ、ちょっと待って、あ、今カナダで30万円使いましたとか、ガンガンカード使う。なるほど、抜かれちゃってるんですね、抜かれました、カード情報。慌てて止めましたけどね。でもガーミンの登録は残ってるんですよ、うん、でもう一回よく見るとガーミンエクスプローラー .garmin.com が正しい。なるほど。で今ドットのないところ行くとなんかわけのわかんないなんかお金貸しますみたいなサイトになっちゃうんで全然大丈夫だと思うんですけど、うん、いや、これは怖いね、気をつけくださいね。また起きるかもしれないんで、ね、それガーミンさんにこれ言ったんですよ、うん、なんか刺したみたいで、あ、なるほど、ドットがないのが閉じられました。なるほどね、対応していただいたという、ね、うん、これだな。これ良かったですね。これ有効な無線設備。家族安心ですよね。それでね、テキストをね、事前にパソコンでつないで打てるんですよ。ね、それで3つのデータをテキストをしょっちゅうタダで送れる。衛星にアップリンクできるんですよ。それとまあさすがに日本語じゃないんで、Everything going well とか ね、風強いけどまあ元気だよとか。うん、あとまあ目的地に着きましたっていう3つ一応仕込んで、しょっちゅう家族にポン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 送ってる。あとは1回のテキスト代いくらかかかるけど自由に打てます、ね、ただこれで自由に打つのとても大変なんで、先に打っといた方がね。そうそう。あと目的地に着きましたは着いたところは携帯電話が通じるんで、これはいらなかった。これいつ使うんですかってね。そう、1番2番バンバン押してましたけど、3は1回しか押さないじゃないかって、ね、いや押さなかったでしょ。着いたら電話したから、ね、着いたよだって、ね、これ結局3は使わなかった。うん、そうね、3は違う言葉にした方がいい、ね、これもほとんど使わなかった ね、まあ、いざっていう時のために持ってる。で後半70分も余っちゃったんで、しょうがないから8畳の少し手前、これ以上行くと携帯通じちゃうんで、かみさんに電話して、いやー、さーみたいなね、用はないけどみたいな、用はないけど、でも電波が余ってるんで、いざっていう時はこれはいいですね。他のと違ってインマルとか違ってこれ北極南極でも通じるから ね、全世界ですね、うん、これ素晴らしい、やっぱこれおすすめです、はい、ということで、あ、時間通りいけるじゃん、行きますか、まだ大丈夫ですか。次積んだのは、ね、まだ AIS、 これはね、AIS、 ね、積みましょう、はい、自分のポジションを飛ばせる、これ最高です、はい、で人のものも見えるし自分も分かる出せるんで、うん、これ出しとくとですね、
ヨットって名乗ってるんで、ね、帆船ですと、うん、向こうから大型船来て、ね、あれこっち避けないといけないなっていう時に、ヨットじゃしょうがねえなって大型船避けてくれたりするんですよ、ね、自分がヨットだっていうのを表現する意味では AIS はやっぱいいです。ちょっとお金かかりますけど、うん、今アイコムさんとかすごいいろいろ増えてきたんで、ね、ぜひこれは積みましょう。副総区会議がね、本線の多いところは絶対あった方がいいですね、まあ、免許申請とそのちょっとかかりますけど、うん、そんなコストではないかな、うん、これはぜひぜひぜひ、はい、あの今度家事で特集しようか。あ、やりましょう、やりましょう、やりましょう。あと気象ファックスはいらなかった、はい、そうですね。というのは僕たちは太平洋横断したわけじゃないので、うん、あの全然行く前に見てて八丈までは電波通じて、あと3日間ぐらいはまあ大体予想できちゃうし、あとアマチュア無線で小笠原からもね、はい目の前前線ですよ気をつけてねとかね、情報入るからね、大体分かりましたよね。ただまああのアマチュア無線の機械があればあのパソコンとデコードのソフト入れればまあ見れるっちゃ見える。またさらに先のね1週間後とかね知りたい場合、僕らだからずっと雨だってことが分かってたって、ずっと雨だってことが分かったらもうしょうがないと、見ても雨ですから。でもまあ有効っちゃ有効かな。まあそうですね、もう遭難とかね、天気図とこれ広域で出るから西海岸まで行こうと思った時なんかはいいと思います、いいかもしれないね。そんな難しくないですセッティングは。あと予定の航路をね、そうですね、誤ってしまった時とか、あとね、あ、はい、電子レンジ、これヨットで電子レンジってなんだよと思うかもしれないけど、荒れてる海ではお湯を沸かしてカップ麺作るだけでリスクです。火傷します。本当危ない。それでちょっとコンロ外して、そこにちょっとちっちゃいコンロと電子レンジ入れました。で電子レンジにまあ700ワットぐらい食うのかな、だからまあバッテリーを100アンを2台パラにして、さらにまあ制限半インパッター使って、それでエンジンかけて、オルタネーター50アンペアぐらい発電しますんで、70アンペア食っても20アンペア足んないだけなん でバッテリーが100アン2つあればその分の電気を送れます。それで20アンペア足んない分は使った分の3倍ぐらい発電。皆さんついてってますか、これ。大丈夫、石川さん専門ですからね、分かんない、電気が専門ですから、まあ、要するに、まあ、オルタネーターは50アンペアぐらい発電するわけ。なるほど。ところが70アンペア食っちゃうから。なるほど、ね、その分はバッテリーが補助して。なるほど。でも電子レンジ1時間は使わないでしょ。そうですね、3分とか5分でしょ。1000回転ぐらい回したのあれ充電800とか1000とか、1000回転じゃちょっと足んないかな、1500ぐらい出してれば使った分はすぐ戻るんで、なるほど、10分使ったら20分もエンジンかけてれば大体バッテリーがすごい消費することはないです。結構細かく見てましたよね、細かく見てました、電気が足りてる、電圧とかチェックして、あのこのクランプの電流計ってまあ、特殊ですけど、これはかなり専門的な、クランプの電流計ね、これどんだけ何アンペア流れるか、これで全部管理して見てました。あとは電圧見てれば大体わかるんで。電子レンジは大活躍しましたね。大活躍ですね。本当に良かったですね。それであのソーラーパネルを2枚つけてって、100ワット2枚でこれね、これでまた15分ぐらい喋りたいんだけど時間がないんだけど、100ワットのソーラーパネルは100ワットではありません。100ワットっていうのは起電力20ボルトで5アンペア流れるから100ワットって言ってるんですよ。なるほど。だから僕たちの電気は12ボルトですよね、はい、で12ボルトで5アンペアだと60ワットしかないわけ。なるほど。だから100は60、なるほど、60ワットがいいと、ね、それでその100を取るためには太陽に正対しなくちゃいけない。なるほど。一番効率のいい状態で、これサインシーターですからね。そうですね、横方向も縦方向もサインシーターですからね。ちょっとずれたらダメ。これ平均するとね、ぴったし合っててルート2分の1なんですよ。あ、そうなんですか、ね、うん、正対してるここだけ、でこっち行くと半分でしょ、半分になっちゃう。その平均値はルート2分の1。そうすると100ワットのソーラーパネルは30ワットぐらいです。現実そうなっちゃうんだ。現実的に3割がいいとこ、うん、だから2枚積んで、なんとか1日中冷蔵庫をつけっぱなしにできます。なるほど。そのくらいです。100ワットだから1個でいい、ダメ、足んない、足んない、足んないと。これはね、当たり前っちゃ当たり前。それでソーラーパネルやっぱこういうふうに平らに置くじゃないですか、ね、太陽こっちですから ね、もうちょっとね、その辺もなかなか難しいです、だから2枚はつながないとダメかな。それで実際小笠原行って3日間遊んでたじゃないですか、はい、
あれでかなり、あの間ずっとこのソーラーパネル置いただけで冷蔵庫つけっぱなしで何にも問題なかったです。ね、ついてから晴れましたからね。そう、晴れたね。ついたら晴れ。そういうバカバレでしたから。あと5分。はい。それで、まあこれはどうでもいいね。これは良かったですよ。海水の取り入れ口なかったんで、ね、2000円ぐらいで買ってきたあのポンプをつけて、もうじゃんじゃん流して、ホームセンターで買った。洗い物はね、潜水、うちの船は大きくて300リッターも潜水詰めるんですけど、やっぱ洗い物は海水。ね、海水で洗って、うん、フィニッシュだけ潜水で。そうそうそう、ね、で実際これ。6mm のボルトが帰った時折れてましたよ。あ、そうでした。過酷だったのよ。うう相当過酷だった。これも気兼ねなく使えてよかったですね。水が使えてよかったですね。バンバン使えてね。でさあ行く時に、あ、燃料、燃料600リッター積みました、はい、よく詰めたなってぐらい詰めました、はい、なぜならばさっきも言ったようにちょっとまあ会社員の方もいるんでノンストップで決めました。それで向かい風もあるだろう何もあるだろうから基本的にエンジンはかけっぱなしです。もちろんセールも上げるし、まあ、風のない時もある時もいろいろあるけどエンジンはかけっぱなし、それは冷蔵庫も使いたいし、あの天気はずっと悪かったんでソーラーが発電全然できてないので、まずねエンジンかけて発電して、それで燃料はまあ1時間に2リッターぐらい、本当は40馬力あるんでちょっと深さを3リッターとか4リッター食っちゃうんですけど、2000回転以下にしとけばまあかなり燃費も計算されて、燃費事前にねいろいろチェックしてやったんで、2000回転が規模、そう2000超えると急に燃費悪くなる、うんうん、だから2000を、だから1800くらいでいってますね。そうですね、2000を超えないんですよ。だから行きは結局1時間に 1.8 リッターだ、はい、だから2000もか回してないんですよね。回ってないってことですね、うん、これはもうほとんど回してない。帰りは風がなかったんでちょっと吹かしちゃったし、あとまあ燃料も余ってるし、うん、燃料も余ったしバン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 行ったぞみたいなそんな感じです。こんな積みましたね。積んだね。積みましたね。でもねこれをデッキの上には絶対置きたくなかったんで、うん、中にうちの船全部これがね船内に出ないで入るんですよ。で結構入りましたね。おかしいよね。407ですね。この下に下に入るっていうね。これとか物入れとかねいろいろ駆使して、ね、あるんですね。デッキの上によく並べる方います。辛坊さんも並べてた、うん、ダメだよ。やっぱあれダメ。あれアブ君、まあ、こうなった時に、ね、こぼれちゃう。こぼれたり絶対よくない。だからこれはまあ、船に詰める範囲で行きましょうってこと。危険物ですね。あとは時間さえあればセーリングできるわけだから、はい、こんなに燃料は買わないですよ、うん。僕はあの心配性の上に心配性なんで相当500リッター積むはずが最後にあと100追加しちゃった。泣きの100リットル。もうだってタンクローリー呼んだんだよこれ。アホだよね。積みましたね。積んだよね。父島では高いっていうことと、父島は倍だって言われたんで、貴重なのであまりね島民の方の燃料を使わないようにという配慮が。あと3分で、はい、でまあね、食料は山ほども持ってったけど、はい、山ほど余りました、はい、もうゲロ吐いちゃってみんな食べられないんだよね。天気悪かったんでね。でもまあしょうがないね。 そうですね。そのまま太平洋流されちゃうかもしれないんで燃料は少し、あ、食料は多め、これはしょうがない。それで積みました、まあ、実際まあ、これ穏やかだから、穏やかだから撮って、ね、動画撮ろうっていう気分になるような日でしたね、これでね。あとは何マイル、どこまで行くのに何マイルかかるかっていうのをまず書いて、それからウォッチ表を作って、6人だったんで非常に楽でした、うん、5時間とか6時間寝れるんですよ。人数多いと楽ですね、やっぱり、ね、かなり良かったですね。寝たのよね。そうそう寝ましたよ。寝ましたよね、寝ました、ガガ寝ました。ゲロ吐いたまま寝れなかった人もいましたけど、はい、まあちゃんとどんなに体調悪かろうが何だろう、俺は寝るぞって交代して、食糖だけちょっとずれましたね。そうだね、食糖分は、まあまあ、この元気な人が作るって感じにはなっちゃいました、うん、で結局6日目の朝の5時には絶対5ノットで行きゃ着くだろうって言ったんだけど、ちょっと遅かったかな、朝の7時ぐらいだったから、ずれましたかね、2時間ずれました、計画と120時間で2時間しかずれてない。でも相当な精度ですよ。合ってるよね、ぴったりですよ。でどんなにあの辛かろうがゲロ吐いてようがワッチはやるということで決めましたね。あ、で一応プロットしました。しましたよ、ちゃんとね、プロッターもあるけどさ、あるけど、やっぱこれですよね。海水に書かないとね、あと1分しかない。はい、それでまあ、はい、それ言いたい、送風は見た。見ました。見たぞ。駆け足だな。送風、中村さん渾身の紙面作り ね。よかった、あ、よかったです。カジノ9月号ね、まだ のあると思うんで、買いましょう。アマゾンでまだ買えますから。Amazon、はい、あと30秒で、実際まあ、こんな感じですよ。すごかったですね、これね。これね、これでも穏やかだから。穏やかですよ、これ。ね、これ荒れてたらこんな絵取る暇もない。取る暇もないですよね。もう暇、なんかちょっと穏やかになったから。穏やかになったし、あと小笠原までまた丸い一晩、もう一日走ると
つくかな。こんなトリムも取ってるからトリムしますからね。普通しませんからね、トリムなんか。でも時間がないんで終わりにしますって行きました。また帰りは晴れました。中村さんが降りたの、帰りは忙しいから雨男なんで。そしたらすごいいい天気になっちゃった。最高、帰り超良かったですね。あれ、ソーフィアが。コウにもソーフィアが。コウにあるね。行かないでよかったよ、ね。行かないで、でもこんなちっちゃいんだけど。近くにあったじゃん。実はこんなちっちゃい。コウにもあったんです、ね。コウにもあった。それで、まあ、コウヨットクラブ、はい、今バスちょっと空いてますんで、はい、あのぜひこの後受け付けますんで。はい、それで火事。都内から2時間ぐらいでしたっけ。そうね、2時間で行けるね。近い。で、カジノ、はい、今月の、ね、言うのこれ言っちゃうのこれいい企画、はい、桜の下のセーリング、はい、これ買いましょう、今売ってます、はい、今月号、はい、でウッドベック乗ってんだこれ、はい、すごいよね、さすがね、はい、中村さん気が利くと思った、はいはい、ところがね、キャプション読んだらね、おもすって書いたんだよすいません、隣でした。モスじゃねえだろ、コブだろみたいな。すいません。これ訂正記事だよ。まあ載っております。載ってる。カジノホームページにすいませんって、あのオモスではなくコブですって。ホームページに載ってる。ホームページ載ってます。その程度？その程度、いや一番見るところに載ってます。その程度かな。すいません。ということでね、ちょっとね。それやっちゃうんだこれ。やっちゃうんだよな。興味のある方はこの誤植を楽しんでください。違うだろう。はい、これオモスじゃないぞって。こうヨットクラブですね、はい、ぜひいいとこです、本当 ね、いいとこでしょ、本当にいいとこで、あったかくて、富士山ドーン、富士山ドーン、いいとこです、都内から2時間、はい、はい、ということでございますので、以上、あ、はい、なんとか終わったかな、すいません、なんかドタバタで申し訳ないです、すいません、やっぱね、2時間ぐらい撮ろうよ、もう、そうですね、毎年レギュラーで、レギュラーで、前編後編でね、うん、もっと細かいこといっぱいやりたい、ね、そうですね、はい、はい、ありがとうございました、